よっ、うわ、もうめっちゃ地味にね、見てください、若菜さん写ってる、写って恥ずかしいもんなんてござんせんけどね。スマホケース、スマホケース大丈夫、おパンチュ、おパンチュとケロケロケロピいいんだよ、こんばんは。待って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 、パニックパニック、待って、これはみおちからもらいました。で、これは大丈夫、これはスタッフさんからいただきました。いただきます。10か、おいしい。10近くになったら9とか、おいしい、危ないから教えてくださいよ、優しい方。今日見て前髪綺麗で、うん、セーターの時めっちゃ思ってました。やったー、うん、カチカチ、私振ったらもうカチカチよね。第2の毎回から、あらみちゃんもターキーさんもありがとうございます。今のね、なんかいい感じよね、なかなかすぐ伸びるから。ではですね、では切り立てなので、めっちゃ皆さんもありがとう。ドーナツに夢中すぎて何も喋ってませんでした、ごめんなさい。下から見たら平常も失礼ね。うん、はい、カードどこ行ったんですか。え、カードが欲しい、私もカードが欲しい。ありがとうございます。阪神引き分けやったね、一緒じゃないね。一緒だよ。一緒にするじゃないよ。私あれですもんね。非常非常。穴が押しすぎて。はい。あれです。ごめん。最近、最近じゃない。今までね、花粉来てないと思ってたんですよ。花粉症なんですけど。なんですけど今日公園でね、2回もくしゃみしました。なんで多分花粉来ちゃったし。生誕の時くしゃみしました。花粉薬飲んだし、人の顔見ても笑ってくるんですけど、この子こっちに喋ってんのもんね。違うわよ。なんか大丈夫なってきた。公演とっても楽しかった、よかった、ありがとうございました皆さん。でも合ってると思うけど、今日は頭が痛かったです。花粉のせいだから気がつかない。弥生のくしゃみ DMM で映ってた。一生しゃべり会の夜公演の、何がいいんですか。途中私もしゃべり会初めてやって、しゃべり会初心者。本当あれなんですけど、なんかまこれとかでいいんじゃないですか。あ、何でもいいと思う。可愛いの。イエイ。やばいと思って、経緯なんやろと思って。でもいいお悩まなくても分かんない、決めるし。花粉症。お任せしてくれ。花粉症なんですよでも。イエイと。イエイさん、ありがとう。全部ピース。そう、ピワチのおにぎり。違うだけ。キューティクルが痛むよ。花粉症なんですけど、なんか来てなくて花粉症治ったんかなと思ったら、そんなすごい肌がねめっちゃ痒くなってこの前。そうなんです。肌が痒くなって、おっと思ってたら、めっちゃね、なんか痒くなってこの辺赤くなってガサガサになったんですよ。肌ね荒れないんです普段、なんでなんでやろうと思ってたら、もう食べれないです私。これそう、月さんもありがとうございます。うん、でこの応援じゃなくてもかけようかと思ったんですけど、100% かけてたから、うれちみかけれへん、ヒノキがダメ。ええ、わかんなくて横っ腹ヒノキ、杉、杉じゃない、ヒノキと豚草とかですね多分。あとハムスターアレルギーです。ハムスターをね飼ってたんですよ。この話何回目って感じなんですけど、ハムスターを飼ってたらハムスターアレルギーになりました。そうなんです。こんなちっちゃいジャンガリアンハムスターだったんですけど、またあの動画あるんであげますね、ルームスとかで。お弁当食べてからこうハムスターがね、あの夜中に脱走したんですよ。
礼したら戻ってくるときないですか。ありがとうございます。ありがとうございましたとか言って礼したら、うん、いい気が何ちゅう話してるんですか。上がってきたことないかもしらんそう夜になんかガチャンっていう開けるタイプのやつでガンって開いてて、朝起きたらその扉が開いてたんですよ。でなんかハムスターが脱走して、和室にねハムスターのその家みたいなの置いてて、和室とその洋室にこう段があるんですよ。60センチぐらいのそこを落ちたんかなと思って結構痛いと思うんですけど、でなんか脱走してて、お父さんかなが気づいてガサゴソって気づいて、何やろうと思って見たらキッチンのゴミ箱の裏からヒュッて顔出してなんかバレたみたいな顔してたらしいです。そう時々脱走するんですか。そうこの辺とかめっちゃねブツブツになりました、ハムスターアレルギー。じゃ可愛かったですよ、もう大好きですよハムスター。もうねペットショップ屋さんで初めて見た時にこの子かわいいと思ってめっちゃおとなしくて、その時はこうやってこうハムスターあるじゃないですか、こうやってやったらずっと歩いていくんですよ無限に。めっちゃかわいくないですか。アンコールのミオチコール聞こえましたよ。かわいかった。あの裏でユダさんがめっちゃミオチコール潰しそうとか言わないでくださいやだ、そうめっちゃ可愛かった本当に。送ってきてください。あのこういう金魚は大丈夫、金魚の金魚もねほんまにハマったからあのドカンどけて今はもう置いてます。なんか草みたいな浮かして。そうそうそう、私もゾゾタウンとかで探すの。そう心臓の鼓動らしいね。うん、モバメトロック検討中、おすすめです。足は、ね、結構23分割の好きなんでおすすめです。もう飼ってないの、死んじゃいました。ミニカノリもありますよね。ミニジェニーでしたっけ。小学校3年生ぐらいから飼ってて、5年生の4月1日の亡くなりになりましたね。めっちゃ覚えてます。朝からめっちゃ元気なかったんですよ。なんでやろうと思って遊びに行って帰ってきたら結構もう弱っててみたいな。噛んどりました私の手の中で。辛いよ、遊びに行かんかったらよかったと思った、ね、悔やんでますめっちゃ今日首長く見える、どうしよう。え、泣きました。確かにでも初めてのねちゃんとしたペットだったんですよ私が飼った。悲しいお話やめよう。ティユちゃんさんハートいっぱいありがとうございます。寿命短いからどうしてもねやっぱ生き物なので命のあれがありますよね。好きよ関さんも、ひろみこさんも、ありがとう。でもほぼ夏みたいな。でも私が飼いたいのは犬です。今5月って世界一は可愛くないですね。マルチーズとかねポメラニアンとか飼いたいです。あのインスタとかでこう流れてくるんですよ、犬の投稿しか流れてこないんです。私のインスタいいねばっか押すからそういうのにポメラニアンとか、そう白色のね丸っこいちっちゃいね困り眉した犬のね投稿がねいっぱい流れてくるんですよ。うんね、わーっていいねをしちゃう。コージーさんいっぱいありがとうございます。ハートコーギー飼いたい。ほのちゃんご機嫌。そうそうそう、ミニチュアダックスフンド買った。ミニチュアダックスフンドってこうやって持ち上げたらヘルニアになるんですよね。なんか小学校の頃にしてって思いました。チワワ買ってた。かわいい。いいですね。これアンダーライブの眉毛描かせてくれ。眉毛今日描かせてくれ。他も何もいらん。ポッポ家の時の配信と横で並べてシェパード確かに。でも低めのゴールデンレトリーバーのね、かわいいのがいい。これはミオチのセータンティーです。危なです。ですです。もらいました。ノコンジョのね、もらいました。嬉しいね。JR 南風さん、井口さん、ハートいっぱいありがとうございます。
あ、それは多分若田さんの配信で褒めた方がいいと思いますよ。感動的な手紙、まこちゃんを書いた。大変ですよ。わがままない犬です。犬なんかな。そうですよ。そうじゃあね、いっぱいねだりますし、食費がかかります、すごく。そうそうそう。でも寝てないんですよ、結局。おでんの時代です。ハスキー犬。え、元気でた？おでんやからもう味ついてる。すごいこれ言うの初めてだけど、目あった。そうです、わがままなんで。そしたら逆ファンサされちゃって。おでんめっちゃ美味しいですよ。猫ですね、どっちかというと。でも犬じゃない、犬系なん、犬系じゃないです、私は。猫です。よしよしされたらちょっとうってなっちゃうけど、けどかまってって言っちゃうかも。初めまして。そうです。夏っこい大型犬。ええ、嘘。夏っこくない犬じゃない、うん、猫タイプですよね。気まぐれ。こそっと押さえて見てたらびっくりして嬉しかった。猫です、本当に猫だと思います、自分でも。うさぎ、うさぎほど寂しがり屋じゃないです、私は。なんかうさぎって一人じゃ、あれ一人じゃったら死んじゃうんですよね。ハイドさん、ありがとうございます、お疲れ。性格犬っぽいのに、確かにミヒナとかも犬っぽい。そう、トラ。公演中は犬です、確かに。公演中はうさぎ。そんなことないんや。うさぎ、うさぎほど寂しがりじゃないです、結構自立してます。ありがとうございます。ありがとうございます。JK さん、こんばんは。変わっちゃった、もう一回読み直します。13位、 K さん、こんばんは。12位、野原しんのすけ。今日は家にカレーが待ってます。11位、アットマークエイジさん、ありがとうございます。10位、犬の気持ちさん、ありがとうございます。嬉しい。疲れた日のカレーって神じゃない。ラーメンも食べたいですね。でも7位、ボルキーさん、ありがとうございます。8位、ジョーさん、ありがとうございます。小学校の頃はでもちょっとだけ飼育園芸員に入ってました。なんか飼育園芸員ってなんか動物好きなんで、結構飼育したくて飼育園芸員になって、ウサギを飼ってたんですよ、ウサギ小屋で。でなんか脱走するんですよ、ウサギが。こう柵あるじゃないですか、そしたら下からこう掘って脱走するんですよ。そう、みんなちょっとカレー食べ過ぎですチキンライスでした。何カレーが好き？何やったっけ？バターチキンカレー。美味しいよね。ちょっと待って、無印のバターチキンカレーめちゃめちゃ美味しいで。めちゃめちゃ美味しい。パンクのやつですか？あん！ナンバー、ナンバー。飼育園芸員。あるじゃないですか、あの料理屋さんってやつ。今4月10日おかわり無料なんです。やばい、激アツ。知ってます？カレー辛口、私甘口ですよ。家族はね中辛とかなんですけど、私だけ別でだから。鍋とかもね作られてます。お手数おかけしてますね。いちごだ。終わろうかな。私にカレーを作ってくれる人いませんか？なんも、なんも。カレーにリンゴ。私の家のカレーの、あの隠し味はリンゴじゃないです。内緒です。坂下家に嫁ぐことがあったら教えます。嫁ぐっておかしい。ご飯のためにインド行ってくれんの。新之助さん、ありがとうございます。
そんな本場を。コーヒー味は意外ですよ。え、それ美味しそう。何味？いちご。終わります。みんなもでもいちご食べた。え？配信するよ、ちゃんと。だったんで向こうでせんのね。シークレット。ミヒーおるやん。皆さんいい線いってますね。あ、こしわで言う。美味しい。紳士カネコの麦田さん、結婚してありがとうございます。美肌の秘訣？けど基本的にあんまり肌荒れないです。私メイク落とさずに寝たら、見た時はちょっと次の日荒れてるかな、荒れてるかなっていうか赤いなってぐらいです。荒れないんですよ本当に。肌強くはないんですよ。でも全然今日ちょっとでも花粉でね最近やばいです。もうなんかちょっと毛羽立ってるってか、なんていうんですか、ちょっとブチュってなってますね。やだ、肌が、肌のコンディションでちょっと決まります。よく使う化粧水、何使ってんねやろ、なんかわかんないけど、お母さんとかお兄ちゃんとか使ってるやつ一緒に使ってます。買ってきてくれるやつを適当にピシピシピシって塗って、アシカクリーム絶対いりますよ。でもそう、シカクリーム塗ったらマジ治ります。荒れてる日はシカパックしてシカクリーム塗って、化粧水塗ってシカパックしてシカクリーム塗って乳液塗って寝たらマジ治ります。なんか荒れてる時って変に美容液とかやらない方がいいなって思ってます。そうです。坂田の方がでも適当ですよ、スキンケアは。私旅行の時めっちゃ多いですもん、荷物化粧水とかで。そうなんですよ。シカめっちゃおすすめです。シカでも種類あるんですけど、私のおすすめのシカがおすすめです。コスメ載せようかな。じゃあシカ、そっちのシカじゃないですね。20年後に差が、そう、日焼け止めは365日塗ってます、欠かさず。それは継続的に。そうなんです。元ねテニス部なんでめっちゃ真っ黒だったんですよ本当に。中1中2ぐらいの時めっちゃ黒かって、でも日焼け止めも塗りたくってましたね。あとはニベアの美白クリームめっちゃおすすめ、ずっと塗ってます。私白くなりました。あと飲む日焼け止めみたいな。そんなことないと思うけど。そうなんですよ、脱皮した。そうなんです。来週ナイナ公演は待ってます。話してたよって黒いの想像できんね言われます。女子の 98% がサーモン好き。え、そうなの？サーモンはみんな好きな気する。マグロは安いのを食べたらか。そうなの？日焼け止めは昔はアリー使ってました。エスポは気になってます。今はなんかニベアの適当なやつ。そうそうそう、指先の動きが綺麗になって、惚れ直した。嬉しい。ありがとうございます。最近したスポーツ、テニスしました。 YouTube に使おうと思って、そしたらここね豆できたんですよ。見えますか？豆できて、もあれなんですけど、めくれて皮が見えるかな、ここ地味にね、めくれたんですよ。友達にまこちゃんおすすめした、ちゃんと、ありがとうございます、普及していただいて。ニベア大好きよ。スタヤよってルックブック手に入れた、わあ嬉しい、ありがとうございます。今日お見送りで見せてくださった方もたくさんいて、そうそうそう、テニス久々にしたら絶対もう豆できるんですよ。だから絆創膏持ってってました。良い、シュート公式です。
1ヶ月ぶりぐらい、結構前ですね。もうスプキンで行ったんが1月の末ぐらいだったんで、忘れもしないですよ、あのナンバラエティの期間で。そうなんです。テニス楽しいです。でもサーブ打った時にでもここが痛すぎて、脇腹のとこがめっちゃ痛かった。久々だったからね。最初はめっちゃ押し合ってんけど、仲良くなりすぎて友達みたいな。お疲れ様です。バドブっぽい。ピアノ習ってそうってよく言われてました。ピアノなんてできません。YouTube やってますよ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。新キロみたい。セカンドサーブはスライスハスピン。うわ、時によりますね。でもスライスあんまね決まらないんですよ。普通にやってる時だったら決まるんですけど、スライス得意なんですよ。でも試合中はサーブはでも緊張しちゃうんで、サーブめっちゃ得意なんですよ。でもだからサーブサービスエースで点取ってました。めっちゃマスカラは何だったっけ、ちょっと忘れた。ミルクタッチの改良されたやつのブラウン。カラコンしてる？してないです。カラコンはちょっとパサパサになっちゃうんで、あと研究生なんでできないです。そうです。バイオリン弾けそう。弾けない弾けない。ドラムやってなかった。ドラムね迷いました。でもそうやろうかなと。甲子園行って負けた。今日はでもなんかいつもよりメイク濃いけど、今はほとんど落ちてると思う。肩抜きないように筋トレしたりしてる。してます。自分で見るときどう見たらいいか。してます。ちょっとリハがそろそろ始まるので、本当に本格的にしないようにね。今回は本当に楽しみにしてください。そうそうそう、カラコン禁止。そうです、禁止です。名前を今日の公演で2回も出してしまった。恥ずかしい恥ずかしい。マジで沼ってしまって。ナンバラのあの小雪の練習するときにコンサートのレッスンが始まるので、私は出てくるとき、2週間後にはオンラインお話し会です。皆様22、23と楽しみですね。ドキドキ。おすすめのダイエット食、タンパク質取ろう。健康的な、甘いものやめて健康的な。無事にコンサート出てほしい。出ます。足にあざできる。あのダウンをね披露し始めてから、ダウンをやるたびにこの内側にね、これ全員共通なんですけど、メンバー青タンができるんですよ。本当にテレ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 ダウンってした時になるんですよ。ともひこさん、かわいい、ありがとうございます。そう、ぜひ楽しみにしてください、ライブ。でも企業とかよりね、友達とか、うん、膝つくから。そうなんですよ。あとランナーズハイの契約だったんですけど、今日もめっちゃ見たい。めっちゃ見たいですね。月にはウサギだ。最近大型ライブ始めるから、そう、膝が行くんですよ。あざだ。鼻声本当ですか。靴下、鶴下、プリンセスサンタ、パパパだってこと薄めで気づいてた。全然関係ない。そんな歌っていいのみたいな、ちびちやのに。何？サンタはパパって。やばいやばいやばい。ダメでしょみたいな。ご契約そうなんですよ。あれはでももうプロですよ。私と雪乃はプロ技です。そう。もうね。ダンサーさん公認なんで。そうなんですよ。リカお昼外れた。おお。まあ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 。攻撃は個性が出ますね。そうそうそう。何してほしいですか、逆に。じゃあリクアワで私が歌ってたら枠歌を。いっぱいありますね。でも私のこと楽しそうなんですみたい。はよ桜も攻撃性公演出てほしい。めっちゃ出てみて、なんかニート全部やりたい。わかる。いやの全部、クロスもめっちゃ好きやねん。なんか表情とか
手得意そうな楽器、テモデモもやりたいし、セルフレジスタンスムーズサイトがやりたいの、の、ん？うん。テモデモがいい。やりたい、めっちゃ。めっちゃやりたいな。衣装いいよな、めっちゃで。坂田と独占権、うえー。ウィンドロール初めての星。ナメクジね、ナメクジの衣装は着たことあるんですよ。ハート型ウイルス、ブルーローズね、好き。さやかさんの卒業コンサートのブルーローズ、めっちゃかっこよかった。チンヒーとユニットみたい。おー、わかります。ね、8期生メンバーで虹の作り方わかる。大好き、虹つく。全然やりたい気持ちあるんですけど。ね、いいね、できたら。甘髪。だってだってだって大好き。虹つく、虹つく好きですね皆さん。ここ点やりたい。確かに六甲おろしはもう違うやん。初恋とプレイボーイやってたね少年で。夢のデッドボーディー、うん、夢の狼とプライドね。おーおーおお、渚さんを見たい、やりたいねっていう話をこの前ね、弥生としてたよ。虹つく8期生できたらいいねっていう。ジッパーマスビナはちょっと勘弁。でも結構もうやったことがある曲が結構周年で、怪我する前は結構もうほぼ半分以上やってたんですよ。振り越ししてちゃんとやってたから。だから今回はいつもよりか楽かなって思う。9期生の子がねでも大変だと思うので、本当に思い出しますね。最初のナンバトルの時でヒーヒー言ってましたから、決勝でみんなもボロ泣きで。そうなんですよ、おニュー。そうですね、ハート型星ドラのキャラ好き。テンナちゃんがちょっと声低いのめっちゃ押せる。MC とかでめっちゃ可愛い。いただき、喋るのに可愛い。相手が大事、女子とユキ生と仲良くなりました。今日ユカタンとお話しました。ゆかたんはそう今更道頓堀でね一緒に選ばれてるので、ランナーズハイと同じぐらいにハート型もまあまあやってるんですよ。で、エースフルメンでピーク、わー懐かしい。ピーク好きです、めっちゃ。25日にハート型ウイルスやったんですけど、ピークっぽくないですか、私ピークっぽくないですか、なんだって感じだけど、その時にヤヨを見てくれてて、なんかそのハート型の前にでは、ちょっと読みますね、そろそろ。はい、13位、高野さんありがとうございます。2位、勝久さんありがとうございます。11位、チキンナンバさんありがとうございます。10位、ケンさんありがとうございます。9位、北野大地さんありがとうございます。8位、トノピさんありがとうございます。7位、トムさんありがとうございます。6位、ティユちゃんさんありがとうございます。5位、ふっちゃんさんありがとうございます。4位、紳士カメコの麦田さんありがとうございます。3位、ともひこさんありがとうございます。2位、ハイドさんありがとうございます。1位、ハットのおさんさんありがとうございます。ありがとう。今日はお家でねカレーが待っているので、私は父特製じゃないわ、母特製のカレーと父が作ったなんか大根ステーキみたいなのが待ってるので、早く帰りたいと思います。楽しみ、ありがとうございました。そろそろね、そうなんです、岩盤浴行きたい。岩盤浴行きたいな。明日でも行こうかな、リハが始まるまでに。皆様あの楽しみにしておいてください、コンサート。はい、楽しみにしてください。余韻とすごいんですけど、まだ楽しかった。めっちゃ楽しかった。よかったな、よかったな。ありがとう。一緒に出たいな。誰と行く？
しおさん、うん、でも覚えてない。でも、うん、忘れるようになるみたい、うん、思い出しは早いけどな。でも、うんうん、一回覚えたらさ、うんうん、なほんまにサンキーとかさ意外と覚えてた。え、覚えてた。なあ、マジ助かった。え、サビとかめっちゃ助かってくない？サビとか全部やってたから。またぎめんでもゴリラってできる。雪のやつで。あ、やってたな。雪の登りがめっちゃうまかった。できるできる。え、私のゴリラいける？あ、靴タイミングのさ、うん、あのフリーのさ、タイミングのとこを送ってきたんですよ、動画で。でもな、返信来えへんかった、うん、めっちゃあの上虫に私載せたんですけど。載せたんや、あれ。そうそうそう。え、めっちゃおもろないって思って、ほとんどに何も読んで送ったら、みよちした返信ないねん。弥生じゃなかった？弥生来た。みよち、みよちか。見たよ、保存してんで、ちゃんと。よかった。食パンの黒歴史製造機やから。僕が好きなのは、あのチアのやつ。あ、さくらちょっとやってみて。はい、あれは、はい、すいません。多分これ伝わらへんけど、めっちゃ面白いんですよ。なあ、ちょっと遅かったな、あれ。うん、全然できてへんしな。松作ラスト間違ってたって。なになになに、グッドタイミング。そう、もう振り忘れて一人で早終了してた。みんな後ろで踊ってんのに。いや、一人で終了して。はずはず、マジではず。魔法大丈夫、青春念仏で違うとこ行ったから。イントロ、うん、むずかった。むずいな。YNN で放出されるやつね、使えますね。サクパンは面白いエピソードほんまに多い。上位です。ともひこさん、うさぎありがとうございます。ではそろそろ終わろうと思います。バイバイ、ありがとうございました。楽しかったです。昼夜。これみおちからもらったセーダンティーなんですけど、飛行機雲のあのアンコール衣装に似てて。これ出れるんじゃんっていう話をしてました。